はい、こんちゃすレトルトと申します。今回はね、先日ツイッターでものすごくバズっていたゲーム、リターンオブザオブラディンというゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲーム、まあ、簡単に説明しますと、オブラディン号っていうね、まあ今真ん中に映っている船がありまして、そこで51人の乗客が全員死んでしまったっていう謎を、解き明かそうっていう、まあミステリーゲームなんですね。で、まあ、まあこの画面を見てもらったらわかると思うんですけど、まあわざとね、なんか解像度を落としてるような感じのゲームでして、まあその解像度を落とした中、何もわからない中、ピタリとこうなんか推理がなんか一つ一つハマっていくっていうところがすごく、評価されているゲームらしくて、まあ実はこのゲームね、俺昔から知ってたんだけど、まあなんで知ってるかというと、以前やったペーパーズプリーズっていう、ペーパープリーズっていう、まああれですね、調査官、パスポートのね、調査官のゲームを作った作者さんのゲームなんですね。ただまあこういった画面とか、あとものすごく難しいゲームなんですよ。まあそういったこと的なものを、見越して、まああんま実況には向いてないのかなと。めちゃくちゃ評価高くて超面白いゲームなんだけど、まあ、実況にするにはすごく難しいのかなと思って、まあ敬遠した、いて、いたんですけども、まあちょっとやってみようか。ツイッターでバズってたからちょっとやってみたくなった。やりましょう。安否確認0件。これでいいのかな。まあすごく難しいゲームなんでね、ものすごく頭を使うゲームなんでね、頭のいい人、頭の悪い俺と一緒に見ましょうやっていきましょう。オブラディン号、情報を求む。1803年、もう200年以上前ですね。航海中に消息を絶つ。やっぱ先ほど言った通り、オブラディン号が消えてしまったと。で、最終航海の目的地、東方。東の方に行こうと思ったけど、到着しないまま行方不明になったと。で、まあ少しでも情報ある方どうぞみたいな感じで、ロンドン本社保険請求課主任調査官殿、これ俺ですね。主人公は保険屋なんですね。だからまああれでしょうね、保険金が降りるか降りないかっていうのを、まあ、調べに来たというところか、からスタートするのかな。オブラディン号が帰着。オブラディン号帰ってきたんだね。ただし、ファルマスへ出航し、査定書を作成されたし。なるほど。1807年、イングランド・ファルマス。社の人間に叩き起こされたぜ。これ俺かな。あんたオブラディン号へと渡せとな。4年も行方知れずだった船で。調査とはご苦労なこった。船乗りかな、仕事ですから。あ、このかっこいい方俺ですね。その箱の中身や。さあ、後で船を上げてください。船へ上げてください。どうやってだよ。慎重にです。この賢い方が俺ねで、このなんか野蛮な口の人が船乗りだな。すげえ画面、すげえ画面。バーチャルボーイかってぐらいね、ゲームボーイよりも前ぐらいのグラフィックに見えるな。めっちゃ船揺れてんな。お、あ、登んのかな。後で船上げてくださいって言うから、俺の荷物はあのおっちゃんが上げてくれるって感じかな。すーげー画面、実況には向いてないかもしれんな。なるほど、帰着っていうか、この船行方不明になってたけど見つかったんだね。なんだけどまだどっかの大陸にはついてないという感じなのかな。あー、ここで51人の死亡の原因を保険調査員である俺が探るっていう感じなんですね。なるほど。あ、死んでる。グラフィック荒々だけど死んでるよこれ。いや、骨になってるよこれ。ブルックっていうあだ名つけようかな。これも51人の中の誰かなんだろうな。ん？右クリックで拡大すると、踏んじゃってるけど大丈夫か。お、勝手に、お、開いた開いた開いた。ここの部屋には何もなしと。開かないのかな。あ、開かないっぽいですね。なるほどなるほど。おー、どうした。おい、ダメだ、重すぎるあれかな、あの荷物が上に上げられないってことかな。ここかな。あれ、どこだ。あ、ここか。いや、まあ確かに
確かにきついな、あれを、あの荷物をこれ持ってあげるっていうのはね。しかも死体めっちゃある船でしょ。この差も登りたくないよな。重すぎだ。ここで開けたらどうだ。あ、ここで荷物を開けて、あれか、ここで荷物を開けて上に持っていけって感じかな。何が入ってんだろう。ん、本。なんだこれ、調査員の心得かな、保険勧誘の書類ですかね。この主人公自体も知らないっぽいんだよな、さっき。 D、 はい、オブランディン号の寄港、その航海と悲劇の記録、1807年。なんだオブラディン号、もうあれかな、単行本化してんのか。オブラディン号のに何があったかみたいなの。これでページ開くのか。うわ、文字多い。まあでもなんかこの文字の感じでちょっとペーパープリーズ感ありますよね。序文、この手記を読んでいるということは、君は今オブラディン号の船上にいるものと思う。私はいずれこの日が来ることを見越し、動線が辿った数奇な運命の一部始終をこの手記にしたためた。はあ、ほう、誰が書いたんだ。しかし健康状態の悪化が著しく、ごく大まかなあらましを書き残すのが精一杯だった。君が今オブラディン号上にいることは極めて重要な意味を持つ。この船で何が起きたのか、その真相を君自身の手で確かめてほしい。これ本当になんか当てずっぽうとかではなく、しっかりなんかちゃんとメモりながらやっていくとめっちゃちゃんと解けるらしいんだよね。その片鱗をこのあれですね、この動画内で少しは収めたいな。次ページ以降に記されている内容を見て、君は少なからず驚くことだろう。しかし時期に何もかも、絵心が行くはずだ。なんて言うんだこれ、絵心、うん、まあいいや。この懐中時計を持ち、全乗組員及び乗客の身元と、え、彼らに何が起きたのかを探るのだ。51人全員の死因を探らなきゃいけないってこと？しかも身元ってことは誰が誰かを探らなきゃいけないってことだ。各省に正確な事実を記録して手記を完成させた後、保証付き郵便にてモロッコのフランス人駐在所まで郵送してほしい。駐在所ってことは、この本を書いた人は警察官か。なんでこんなことができるんだね、まだ何もわかんない。ヘンリー・エヴァンズさんか。ただし取引の章の内容は今は伏せさせてもらう。私はこの端末を、この顛末を把握しているが、今は他者の目にさらす時ではないと判断した。このヘンリー・エヴァンズさんも船に乗ってたのかもな、実は。じゃないとこんなん書けないよね。やばい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 よこれ。目次めっちゃあって、航路とかいろいろ用語集135ページ、やばいよこんな。めちゃくちゃ時間かかるし、これ把握すんまで大変だよこれ。これがチャプターってことか。まあ何があったかってのがわかんのかな、航路。お、すごい。おー、アフリカ、ヨーロッパとかがありますね。船はこんな感じと。意外とシンプルな感じだな。でも見なきゃいけないんだよな。ああ、全乗組員の名簿。60人いるじゃん。え？え？なんか51人って、あ、船員数51人って書いてあったから、乗客を除いて51人なのか。はいはい、あの説明書っていうかね、あのゲームの購入するとこに51人って書いてあったんですけど、60人ですね60人に増えたんだな。で、死体を見つけたら、あ、こいつは船長だとかいろいろ推理していくわけですね。出身地も結構あるよこれ。船上での日々、おー、これなんか社会の教科書に載ってそうな感じですね。え、これが誰かとかわかんないの？じゃあどうやってわかんの？だって、この人出てきたって言ったらさ、ここで名前が書いてあってさ、そこから探っていくんじゃないの？フォルモサの王族。王族がいるぞ。戦場裁判。はぁ。これは難しいね、ほんとに。2、3年ぐらい前かな？ 2 年ぐらい前かな？いや、このゲームは俺難しくて絶対実況できねえと思って、
諦めたんですけど、実況するのね、単発でもきついと思ったんですけど、あーこれチャプターか、なんかあれかな、俺が少しでも解き明かせばちょっとここになんかリスト載っていったりすんのかな、多分そんな感じだよね。いや多いな、まあ、60人もいるもんな。呪われた獲物、海の兵たち、なんだこのチャプター。いやもうみんなむずそうってほとんどの人思ってんだろうな。でもツイッターでね、もう1万 RT ぐらい、なんか1万いいねとかなんか1万 RT ぐらいされてたんだよな。すげえ RT の数だったんだよね。あ、本章の内容は、君がオブランディン号から下船し、本手記を私に送り届けてくれることで、こと、伏せるまで伏せることにする。この、8章取引っていうのはまだ見ちゃダメよ、みたいな感じなのかな。いや、船に乗ってたんだと思うんだよな。じゃないとこんなん書けないでしょ。あ、でも、脱出っていうチャプターもまた別にあるんですね。終幕。これがラストか。おー。なんだこれ、なんか嫌な嫌な気持ちになれました。最後にこの俺、この主人公の死をもってこのチャプターは完結するのだよみたいなさ。タブで手記を閉じるんだな。あーで、なんかこの懐中時計が特殊な力でも持ってんのかな。メメントモーテム、何それ、死を忘るるなかれ、忘るる、なんだこれ、嫌だな。ドクロのすげえセンスの悪い、中学ぐらいの時だったらめっちゃ好きだったけどね。ゲームセンターで全く使いもしないのにドクロの灰皿 UFO キャッチャーで取ってたもんな。なんもいらんよね。家帰ってもな、タバコも吸わんし、吸ったこと一度もないしね、中学の時だし、ドクロも別にね、いらんのだけど、なんかかっこいいって思っちゃってたからね。そういう趣味があんのかな、この手記を送りつけたやつには。ん？お、この死体を見たら、おお、あ、なんか時間が巻き戻った的な感じかな。当日何があったかがこれで見れんのか。船長、開けてください。気破れ、うん、力ずくで、え、貝殻をいただきますよ。船長の私に逆らう者には罰をくれてやる。おお、おお、ここにいたし、ここに死体あったよね。ということは、こいつ、あ、ここが船長室なのか。意外と船長室、一番初めにすぐにあるんだね。これを破って、斧持ってるもんね。入ろうと思ったら、この人は、お、あ、あ、写真に、映ってた人なのかな。なんかキャプテンハットかぶってるから偉い人かな。なんかタオパイパイに似てるちょっとあだ名ちょっとメモりながらやんなきゃいけないし、まだ名前わかんないから、タオパイパイがタオパイパイ、あのね、あのドラゴンボール出てる人なんですけど、まあ銃で、あ、ちょっと何、メモってる間に終わっちゃったんだけど、どういうことだい？まだわしゃ何も見とらんのだが、懐中時計の時間が過ぎたのかな。おー、おー、どうした？え、終幕から？あー、この時系列的にはこの事件はラストに起きたってことなのかな。銃だね。はい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 。船長室の外で事件が起きたと。これさっきのやつ。船長開けてください。気破れ、力ずくで貝殻をいただきますよ。いる貝殻いる、なんだ、とんでもない、めちゃくちゃいい貝殻なのかな、真珠入ってんのかな。船長の私に逆らう者には罰をくれてやる。ってことはまあ船長が殺したんだな。この人物は、この人物の顔はどのスケッチでも不鮮明に描かれている。ああ、さっきスケッチの人物っぽいよな。身元特定に必要な情報がまだ揃っていないためだ。うん。現時点でもこの人物の正確な安否情報を特定し記録することは可能。お。
ただし顔がわからない状態での氏名の特定は困難だ。まあ誰かはわかんないな。引き続き慎重に調査を進めよう。身元特定につながる情報を入手すれば顔が鮮明に表示される。あ、そうなの。じゃあ綺麗になっていくのか、この荒い画面が最終的には綺麗になるみたいな感じなのかな。これは銃殺じゃないですか。めっちゃいろんなシーンがあるわ。圧殺、撲殺、感電、応殺、射殺。これ射殺でしょ。銃、大砲で、そんな死に方したやつもいるってことかな。何者かに、これ船長じゃない？おっとおっと。船長はロバート・ウィッテレル。ほん。待って、船長。船長はロバート。はい、イングランド出身。これ多分船長でしょ。なんか、あれですね。大人数で貝殻を奪いに船長室を蹴破ろうとしたら、船長に、まあ、返り討ちにあったっていうことだね、この人物は。何残留思念って。この人物が確認された残留思念は、ここで再度確認できる。ほい。うん。この人物が確認された残留思念をすべてブックマークしておけば、そのページに簡単に移動できる。はい。あ、ブックマークしてくれた。あー、ここにパッと飛べるみたいな感じな。これペーパープリーズにもそんなページあったな。いや、むずいよ。死体の場所は、船長室がここだから、ここら辺で死んじゃったってことだね。射殺銃、ロバート・ウィッテル。あ、こいつ。あー、こいつが、ロバート・ウィッテルか。ゴールド・ロジャーだね、あだ名は。ロジャー船長に、副船長かな？シルバーズ・レイディが、ね、死んだみたいな。船長、副船長だと思いますね、この感じ。ん？あ、で、3人合わせたから、死んだ人も含めてなのか。犯人も含めて。なんだ、お前。何、お前。そんなやつがいたの。もう一回ちょっと見たいな。残留思念をちょっとこれあ、もう一回さっきの画面に俺戻りたいんやが。あ、戻れた戻れた。こいつか。こいつは？あー、居合わせた人ね。でもこれじゃ名前とかわかんないよな。こっちのがタオパイパイ似てんな。船長がタオパイパイだったのか。でもゴールロジャーね。ここ船長室なのかな。簡単に開いたけど。この奥が船長室か。でも奥行けなそうだね。すげえ、どこでもドアある。すごいな、どこでもドアって。色なくても、この画面でもどこでもドアってわかる。あ、なんかいる！どこでもドアってわかるんですね。あ、すり抜けられるね。え？なんだこいつ。うん、ハゲの。あれかな、ねずこが好きなんすかね。あだ名はとりあえずねずこにしとこうかな。うん。じゃあ、あだ名ねずこね。ねずこ。で、あと。副船長でしょ。副船長が死んでると。で、その取り巻きみたいなやつが一人いる。これぐらいしか情報わかんないんやけど。かっこいい。めっちゃかっこいいな。タブ。はい。居合わせたものは他に3名。あー、こいつなのか。これ2枚の写真で全員が写ってんだね、きっと。あれ、他に写真、あ、そうだね。これ2枚の写真だもんね。こっちの王族が写ってるやつと、このなんか戦場裁判みたいなやつ。この2枚の写真で全部全員が写ってると。で、犯人じゃないわ。殺された人以外に居合わせた人数が3人いるっていうことが、これでわかるって感じかな。今ちょっともうわかることなさそうだから、どこでもドアで外出て、おい、待って。めっちゃ向こうにも死体あるんだけど。え、
どういうことなんだ。これは誰だ。行くかな。あ、 A で時間を巻き戻すと。いや、これは難しいね。今なんかうまくやってるつもりだけど、ここにあるの分かってる。ここにはない。あ、貝殻とやらか。海の底だ。貝殻探してんだな。嘘だな。船長とまだこれ争ってんのか。あー、船長ここで死んじゃいそうだな。あー、ちょっと待って。お、うわ、船長だよねこれ。え、あー、船長だ、船長だ。ロジャー船長が、あー、なんか槍の棒のようなもので左を突かれてますね。しかし船長はナイフで、あー、これ取り巻きだ。取り巻きが、取り巻き、この後副船長は銃で殺されたけど、取り巻きは攻撃したんだけど船長にさらに返り討ち。船長2キルじゃないですか。すごいっすね。あー、勝手に閉じていっちゃう。まだ後でちょっと、もうちょっと探ろう。船長やるなー。船長強いっすね。船長、あ、船長の室内ね。奥が船長の室内なのか。この人物は誰、誰かはまだ正直わかんないよね。待って、ブックマークしとくわ。よくわからんけど。この人物は誰かわかんないから。で、こいつはナイフ。殺害ナイフっていいのかな。で、何者かじゃなくて、多分船長だよね。ロバート・ウィテレル船長にナイフで殺されたっていう情報までが、とりあえずわかると。で、死体の場所は船長室。で、ここが横に入れた部屋が客室だ。現場に居合わせたものが、他に2名で、こいつ死んでるから、船長と禰豆子じゃない。やっぱ禰豆子だな。禰豆子どっかにいるんだ。禰豆子をちょっと探しに行こう。あ、でもちょっとなんかゲームのやり方分かったかもしんない。俺の割にはなんかまだちょっと分かってる方だな。お、禰豆子か。あ、禰豆子だ。加えてんもんな。最も可愛くない禰豆子。禰豆子発見しましたね。これが2人か。あー、じゃあ3人で、副船長、取り巻き、禰豆子の3人で、船長室に貝殻を奪いに行ったんだけど、まあ2人は返り討ちになったと。で、この禰豆子は頭がいいので、裏から回ってやっつけてやろうみたいな考えでいたのかな。はぁはぁはぁ、ちょっとずつ分かってきたね。おもろいけどめっちゃむずいね。合ってるかもよくわかんないしな、俺の考えがさ。まあ、今わかることはこんぐらいなのかな。どこでもドア。帰りましょう。もう一度、また死ん、めっちゃ死体見つかるじゃん。連続殺人犯ですよ、これ。ナイフがあったりするけど。これ、棒かな？棒、あ、でも尖ってるから槍ですかね。これは誰？さあ、3人目の死体ですけども。あ、禰豆子 VS 船長だよねこれ絶対。お、船長、船長すげえ。船長やる。これ取り巻きだよね。不、船長なんかいつの間にかに反乱になってるけど、船長すげえ。お、マジでタオパイパイじゃん。うん、ゴールドロジャーじゃん。カムサリってね。あー、あ、こいつが持ってて、この肩に刺さった、うん、これここちょっと怪我してるもんね。この肩というか胸の上のところというかね、その槍を使ってぶん殴ったのか。ってことは3キルってことか。銃持ってる。あ、でも待て待て待て、禰豆子が加えていた槍が船長の、うん、腹部に刺さってるね。
船長もさすがに男3人相手だときつかったんだね。たもうなんか無傷ではいられなかったみたいな。あ、これがこの物語の終幕で最後起こった事件なんだな。現場に居合わせたものは他に1名って書いてあるから、禰豆子と船長が登場人物なわけですね。もう禰豆子って言ってるけどね、あだ名なんで。こいつはぶん殴られてたよね、槍で。どれになんだこれ、殺害槍、これ槍かな、槍で殺された。でこれはもう船長ですね、スリーキルです。まあブックマークでいいかな。うん、会話はなかったんだね。はい。お、すごい勇ましいよ船長。俺は感動するわ、強いわ。え、誰かいる、誰、待て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 、 写真と重ならない。あ、あー、やっぱ女の人か。タブ、手記を開く。人物にズームした状態で手記を開くとスケッチのページを直接開くことができる。はいはい、この人だよね。不明、不明、もう誰もわかんないんだよな。なんかここがもっとなんか、これ一番偉そうなのが残留思念が3つ。この人副船長ね、多分副船長ね。ハゲどれだっけ、こいつだっけ、あ、こいつだ、こいつ、さっき死んだやつ。なんか鮮明に、いろいろ分かったら鮮明に表示されるって言ってるけど、これ結構鮮明じゃない、これ。なんか他の人たちのぼやけ具合に比べたら、なんだ、残留思念が3つもあるからがちょっと鮮明ですね。誰なのこれ。でも居合わせた扱いになってないのはなんでだ、気づいてないからかな、寝てるから。船長かっこいいっす。あー、なるほど、終わり。いや、おもろいね。ちょっとずつ推理できてるってことなのかな。ん？あれ？え？副船長、取り巻き、禰豆子、あ、こっちも死んでんだ、これ。あ、船長のハットだ。あー、船長も結局力尽きちゃったのか。で、ナイフ刺さってたもんね。アビゲイル。アビゲイル、お前の兄を、我が友を、私は撃った、あ、殺してしまった。お前の元へ行こう、すぐに会える。めちゃくちゃ今情報あったんじゃないかこれ。どうか許してくれ。あー、ちょっとなんか関係図ができてきてるか、何もかも。あー、関係図出てきたぞ。自殺したんだね、こう考えると船長は。うん、船長は自殺したってことが分かりました。はいはい、なんかウニョーンってなるじゃん、あれ勝手になるんよな。アビゲイル、この女の人アビゲイルじゃね。女がアビゲイル、なんか男っぽい名前なんだけど、アビゲイルってどうなんだろう。アビゲイルってなんかファイナルファイトっていうゲームに出てきためちゃくちゃいかついおっさんのイメージが強いから。はい、4つの殺人事件があったんだな。あー、これわかりますよ、これ、これ完璧だよこれ。人物の顔が鮮明に表示され身元の特定が可能になった。やっぱ鮮明だったよね、漫画っぽくなってる。懐中時計と式を用いて情報収集し身元を推理せよ。船内に残された残留思念を懐中時計で読み取り、人物の外見、行動、他の
乗員乗客との関係などを探る。手記の船内図、名簿、スケッチ、会話の記録から氏名、外見、職名、他者との関係を特定せよ。イングランドを立った時点でオブラディン号には60名が乗船していた。全員の身元と安否の確認はたやすではない。そうね、60人だもんな。決定的な情報、時には不完全な情報をもとに推測せざるを得ないだろう。確定なくてもこうなんじゃないかっていう推理をしていくと、一部の人物の身元は消去法でしか特定できない可能性もある。なるほど、幸運を祈る。嘘だろ嘘だろ、もうちょっと情報くれや。鮮明じゃないねぼやぼやの画像よこしやがって。これ待って、ちょっと待って、今のちょっと見させて。これ乗員でしょ。アビゲイル、ちょっと待って、アビゲイル。一等航海士、副船長っていう役職いないから、この4等までの人があれなんじゃないか？将校というか、偉い人なんじゃないか？帽子かぶってたさ。だから、副船長、もしも副船長なんだとしたら、銃で撃たれた人がウィリアム・ホスカットなんじゃないかな？あと、ここら辺の可能性もあるね。エドワード・ニコルズの可能性も。アビゲイル、不明って、おい！不明はいい加減にしろよ。俺、お前なんじゃないのこれ。ね。この手記を送ったさ。もしかしたら生き残ったかもしれない人。アビゲイル。アビゲイルを探すこともできないんだけど。アビゲイル。アビゲイル、え？ちょっと待って、ちゃんと探すわ。絶対いるはず、アビゲイルって人。一番初めからこんなわかんない状態はちょっとさすがにきついからさ。60人の中に、アビゲイル。いや、俺が見つけられてないだけ？ごめんね。ちょっと待って。アビゲイル。絶対にアビゲイルはいるんだ。しかも女性なんですね。男か女かぐらいこう書いててくれりゃいいのにね。いた！アビゲイル・ホスカット・ウィテル。スコットランド。ホスカット・ウィテレル。ウィテレルって書いてある。ホスカットもある！あー、わかった。船長は、このホスカット兄って言ってたから、妹なんだ。で、銃殺したのが、お前の兄を銃殺してしまったって言ってたよね。だから、一番初めの人はウィリアム・ホスカットだ。副船長の名前は、ウィリアム・ホスカット。待って、スコットランドでしょ？アビゲイルもスコットランド。名前長いな。え？この前の苗字も、この今結婚した後の苗字もどっちもつけてんだね。ホスカット見てるよ。でもそのおかげで助かった。いいよ、これ。これはもう間違いないね。銃で自殺。完璧！なんか分かってくると気持ちいいね。この情報が正しいという確証はない。いや、正しいでしょ、これ。これだけは正しいよ。情報の正否確認は3件ごとに行われる。3件ごと。3名について正しい身元と安否情報を特定すると、その情報が手記に記録される。3つ。何このハテナ。はあ。これめちゃくちゃ情報量あるよ、これ。アビゲイル。現場に居合わせた者はいない。そうね、一人で死んでった。現場に居合わせた者がいない。アビゲイルはもう、あれ、寝てるんじゃなくて死んでんのかな？アビゲイル。待って、アビゲイル、お前の元に行くよみたいなこと言ってた？アビゲイルはもうすでに死んでんだ。はー。なるほど。死んでんだ。今死んだわけじゃないんだな。一回じゃあどこでもドアで、外出る？ん？出れなくなっちゃったな。あ、ここだ。一回じゃあ外出ろうか。4つの事件があった。
ったのかな、終幕では、このチャプターでは。オブラディンゴ、ほい、ほいほい、4人死んだってこと、これ4つあるってことは終幕では4人死んだよってことか。じゃあアビゲイルさん自体は、妻のアビゲイル、妹ではあるアビゲイルはもっと前に死んだのか。で最後はここにいたって感じか。ああ白骨化してる。あ、ちょ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 、あ、押しちゃったか今俺。ん？何？マーティン、船長はどこ？何？何をされてるんです？早く船内へ。夫に合わせて。あ、アビゲイルが死んだシーンか。こちらへ。何何何何が起きてんだこれ。すげえ雨降ってるけど。え？え？巨大クラーケンに襲われてるじゃん。何これ、何が起きてんのこれ。これは？あー、アビゲイルさんだ。あー、でもめっちゃ、色が綺麗になってる。これは？あー、この人なのか。どうなってんの？誰これ？めっちゃ誰でもなさそうな人、えらい人いるな。こんな怪物に襲われてしまうみたいなこともあったってことか。今さっきの、4,5 人とは全然関係ない人たちがいっぱいいますね。あーぐにゃーんってなって、こんな事件解けんよ。だってもう保険も何もな、事故でしょこれは。これチャプター何本なんすかこれ。破滅ですか。最後から遡っていく感じなのかな。何人死んだんやろここ。でもこの人物は誰やわかりますね。この人物は、この人物は、アビゲイル・ホスカット・ウィッテレル、乗客ですね。夫の船に乗船してたみたいな感じかな。これ、どうやって死んだかちょっと見れてないな。マーティン、船長はどこです？何をされてるんです？早く、船内へ。マーティンって人が、ここの中にいるんだな。とりあえず。夫に合わせてどこにいるの？主甲板下です。こちらへ。でも死んじゃってるわけだもんね。甲板で行われた。めちゃくちゃいるなぁ、居合わせた人。こいつもいるんだ。こいつもいるんだね。ここでは居合わせてんだ。ハゲ多いなぁ。ハゲ多いなぁ。ここら辺いないんだ。お偉いさんが何人かいるけど。でも、あの後に終幕があったんでしょ？このクラーケンなんとかなったんだな。なんだこれ。なんかに押しつぶされてる感じがするな。圧殺？圧殺なのかな？待って、もうちょっと見たいな。クラーケンが船の、柱を持って、ボーンってやられてんな。オーダーみたいな感じかな。アクション、何それ、スペース、もっと見にくくなった。なんだなんだこれ。なんかいる。下半身ない入れ墨の男いるんだけど。この懐中時計がものすごいなんか情報というか持ってんだね。どうした。すごいすごいすごい。
なんかついていくか。こっちに行くと、ああもう他の死体の場所に連れてってくれるみたいな、そんな感じか。ああすごいやること多いなこれ。いや一章というか最終章の1個目はまだなんかちょっとずつ解けてきた感あったけど、このチャプター難しそうだね。ああうわかわいそう。ああ特定しやすい、この人わかりやすいね。このハゲの人は、このハゲの人頑張って戦ってるね。これ何の死に方なの。あでもナイフが、うん、サーベルが刺さったりしてるタコに。あこいつがサーベル投げたのか、頑張ったなお前。うわ結構死んでるよ。あ銃持ってる、戦ってんだね。いや結構な人死んだんだなここきっと。あこれ捕まってるだけかな。あ銃を渡せみたいな感じでこうなんかいろいろやって倒そうとしてる感じか。こいつらの身元全員どうやって特定するんだよ。死体の場所現場、そりゃ12人ぐらいいるわな。この人物は誰、知らんわ、知らん知らん。一回ちょっとどこでもドアで帰りたいんやけど。え、どこでもドアで帰れないのかな。いつもならどこでもドアがあったんだけど、今回見当たらないな。アクションみたいなのもないし。ん？なんだこれ、豚を飼ってんのか。なんか酒瓶みたいなの持ってる。これ特定なんかでき、あーでもすごい美味しそうなイカのゲソがありますね。こいつが頑張ったのかな。お、あー光のある部分はこうやって白いのか。タブを押してあー何札なんだろうこれ。ちぎられたみたいなことなのかな。ああった、体切断。この人物は何者か。あ怪物ってある。この人物は恐ろしい怪物に体を切断されて死亡した。こんな長所出して怒られないか。また真面目にやれみたいな感じで怒られんかな。いやでもこれしかないよね。おいどこでもだ出してくれよ。これ以上どうやって解き明かせっつんだよ。待って他の、あこいつがいるっていうの関係あるかな。あちょっとさ他のやつさ、これわかるよね。これ副船長だよね。13歳だからこのお兄ちゃんだからウィリアム・ホスカット、これ確定なんじゃないの。ウィリアム・ホスカットはロバート・ウィティル船長に銃で照準、これ確定でしょ。うんこれは結構いい情報よ。この人物はこれ取り巻きね、誰かわかんないんだよな。あこれ、あすごいロバート・ウィレテルになってる。これは？あ、ウィリアム・ホスカットになってる。こいつ、さっきの事件にもいるんよ。こいつの名前をなんか、なんとかならんのかね。この人は適当に入れるしかないか。
撲殺。ま、ぼ、んー、撲殺なのかな？圧殺。殴られて殺された。え、違うな。圧迫死なのかな？圧迫死っていう感じもするかな。例えばこれとか、ボゲタっていうのかな？あった！下敷きになって死亡。あー！調査が進展。あー！確定になった。あー嬉しい。3つの事件が確定になった。ロバート・ウィレル船長は銃で。あーあ、ちょっとだけ進んだな。ここはラストってことかな。ここの薄い部分ちょっとだけ進んだな。ちょっとだけ進んだな。いや、ここどうやって進むんだよって話だよな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。オートセーブ済みってなってるな。いや、面白いわ。面白いけど、ここからめちゃくちゃ難しいんじゃねえかな、みたいな感じですね。でも、ちゃんとメモして、当てずっぽうじゃなく時はしたかな？あ、この人は夫なんだとかね。手記の情報見てあれなんだ、みたいな。まあ、ちょっと確かにペーパープリーズ的な要素はあるね。あ、この人の特徴はこれだからこうなんだ、みたいなのね。調べながらやるみたいな。あーでも確かにこれがスポッてね、最後まで解けたら難しいね、気持ちいいんだろうけど、いやー、そう、これはかなりの、難易度な気がします。はい、ということで今回はこれぐらいにしておきます。まあ続きは実況で多分やらないとは思うんですけども、やはりこれはなんかツイッターでバズってた通り神ゲーでしたね。まあ、さすがペーパーズプリーズの作者さんって感じでした。ということでご視聴ありがとうございました。リターンオブザオブラディンでした。この船で一体何が起きてたんだろうな。